ハンガリー史上初の受賞作、メフィストを監督したサボー・イストバーン。ハンガリーは1965年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品した。アカデミー外国語映画賞は、アメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催し、アメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。 ハンガリーの代表作は、同国の映画専門家による、選考委員会によって選出される。2017年度までにノミネートに至ったのは10作品であり、そのうち受賞を果たしたのは、メフィストとサウルの息子である。最も多く選出された監督は、サボー・イシュトバーンの7回、ついでゾルタン・ファーブリの4回である。アンパスは、各国のその年最高の映画を招待する。 外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。ほとんどの映画はハンガリー語が主要言語であるが、サボーイ・イシュトバーン監督の、連隊長、レドル、ハヌッセン、メフィストの3作は、オーストリア俳優のクラウス・マリア・ブランダガーが主演し、ドイツ語が主要言語である。 ありがとうございます。